色の異なる稲を使い田んぼをキャンバスに見立てた田んぼアートの水田で今日稲刈りが行われました。菊川市下内田の水田では毎年農家らがさまざまな種類の古代米の稲を植えて田んぼに巨大な絵を描き出す田んぼアートを制作しています。今年は紫式部の肖像画を7種類の稲で表現し多くの人が訪れました。鑑賞期間が終わり今日はおよそ200人が稲刈りを体験しました。生まれて初めてだね。お手軽にできてるんで楽しいなと思います、うん、体験をさせた方々にね、ぜひ仲間が入ってこのアートを、ね、長続けしてもらいたい。収穫された米の一部は地元 JA の直売所などで販売するということです。